で、怖い怖い、ここは怖い。あ、そっち行きます？オッケー。変更道やめて。はいはいはい、はい、どうぞ。制圧しちゃいましたね。ですね。一旦帰ります。ですね、一旦帰りましょう。って言ったらゾロさんはその帰り道を分かってるのかこれ。やばい、仕事できるゾロさん。洞窟発見。あ、行っちゃいましょう、行っちゃいましょう。受け継がれる意志、時代のうねり、人の夢、これらは止めることのできないものだ。人々が自由の答えを求める限り、それらは決してとどまることはない。ダイヤモンド。おお。初の。あ、危ねえ危ねえ。え、来ますか、私のところ。あ、じゃあ行きましょうか。おお、そんな風に。で、岩盤だし。おお。何個だろう。わかる。ちょっと行った。掘っちゃったし。掘っちゃった。一個。あ、掘れた。一個か。まあ、初ダイヤモンドということで。初。ありがとうございます。ます。グッドジョブ。ここ結構出ます。掘ってみよう。何？ブランチマイニング始めるのみんな。ブランチマイニングでこの映像をつまらなくした時にはトークで動画カバーしてもらいますからね。そう、面白い。もう喋れない。面白いトーク。あれなんで、あの Y を見て掘ってた。Y あの深さの方。あね。食料。一旦帰りましょう。いいってそういうことしなくても。どこどこ。はい、鉄が24個、金が24個。飯仕方ね。飯あります？みんな。ない。ここは歓迎の街、ロウイスキーピークですよね。はい。みんながあの飲んだクレマ、あの、食べた店がここです。店というか、でもね、ここであの、寝、はい、あ、なんか寝てたりしてたんですよ。で、はい、あ、そんなにないな。え、はい、ナミさん、これ料理しといてください。これ、取られた。あ、ゾロさん仕事してるんだ。このラージチェストが2つ並ぶ光景って見たことあります？ゾロさん。すごくないですかこれ。え、並んでる。え、並んでる。あの、僕のあのパーティーの場所来てください。はいはい、よかった。
そこです。おお、あれでもなんか違う。そうなんですよ。これ別々のアイテムだと並ぶんですよ。これでスペースを何リサイクルじゃん、何節約できる。活用。そうそう、節約。節約は違うような。節約で良くないですか？じゃあ、洞窟見つけたので、行ってみましょう。ゾロさん、お願いします。はい、はい、はい、はい。はい、はい、何それ、いらない、いらない。いいから、いいから。よいしょ。さあ、行け。帰ってきた。相当な敵がいます。あ、村人ゾンビ。ちょっと、退散退散。バトンタッチ、バトンタッチ。え？逃げたらダメです。死ぬ死ぬ。おう。やっぱもう死ぬって。ただいま。はい。ナミさん。はーい。行きます。どれだろう。剣、剣、鶴橋、松明、飯。ありがとうございます。あれ？ん？鶴橋。するはしないです。あれゾロさん、ありがとう。する多分ウソプさん、はい、するはし取ってないですか？はい、じゃあ、あ、結構深い、なんか見覚えのある世界が見えるのは気のせい。見覚えがありすぎる世界に出たの。まあ、言ってしまえば、制圧ですよね。ですね。ねえ、第一章ではあれだけ達成できなかった制圧というものを、第二章で。一発でしちゃいました。はいはい。やっぱりなんか、皆さん、なんか、マルチプレイに慣れてる気がする。え？こんなにね、やりやすい日はない。第一章でみんな、ね、進化した気がする。個人プレイがすっごい減ったと思うんですよ。めっちゃまとまってる。食料は大丈夫ですか？大丈夫です、なんとか。なければパンとかあるんで。はい。パン19個持ってきてます。ナミさん、それ多分、そのうちの9個僕のじゃないですか。え ?20 もともと持ってたんで。あれ、じゃあ多分ソップさんが買うんです。です。よし、じゃあダイヤのツルハシができたんで、いいか。じゃあ、呼吸石を探しに行きましょうか。あとポイントを組んで。はい、どうぞどうぞ。ちょっと。あ、え最後最後。ああ、なるほど。そんな、いらない、いらない。だって、僕ら貧乏人なんで節約派ですよ。ん？じゃあ、鶴橋じゃない、黒曜石探し行きましょう。はい。作業台は？あ、僕持ってます。あ、はい。早い。どんだけ早い。すごい。早い。すげえ。じゃあ掘りまーす。はい、じゃあありったけ持って帰りましょう。おー、怖い怖い怖い。どこ？演技しますよ、動画のためですからね。どこどこ痛い痛い周り、あ、2個一応今回り込んだら、おお、まだ下いないかな。ちょっと降りれないっす。2個で。か。よし、降りましょうか。洞窟探しってか、まあ正直この辺全部制覇したような気するんですけどね。やっぱり前回のサーバーが鬼だったんですよ。前回のサーバーありえないぐらい大きい洞窟ばっかりでしたからね。です。確実と言っていいぐらい廃校に繋がってるんですよ。あれは鬼。うん。僕らスルーしましたけど、
双子岬でもしっかり俳句を見つけてますからね。あれはもう、もういいやみたいな。今回は勘弁見て。もう廃校の動画も飽きたでしょうって。さすがに。すべての島で廃校関係してますからね。もうちょっと上掘りましょう。なんで？だってこれブランチマイニングでしかないもん。僕ら洞窟を探してるんじゃないですか。え？え、何さん、何してるんですか？うん、ただにホテルだけです。洞窟探してるんじゃないですか。動画を作るための洞窟を探してる。動画外でダイヤモンドを荒稼ぎしようとしてる人がいる。誰だ、それは誰だ。まあね、ナミさんだからしょうがない。あ、お金大好き。スタッパラ好きの彼女だからしょうがない。どうですか、ホリグん？ゾロさん、どうですか、見つかりますとか。何このガタガタで目を合わせても。ゾロさんもブランチマイニングしてるし、もうこんなところで冒険する洞窟出るわけない。出るんで。はい、はい。これはブランチマイニングをしながらも、あれ、何、なんで連れてきたの、なんで連れてきたの、ゾロさん。ダイヤ見つけたから案内してくれてるのかと思ったんだけど、ウソップさんの掘ってる場所に連れてこられた。え、あ、もう一人ブランチマイニングしてる人がいるよというか。動画のための洞窟を探してる人は一人もいませんと。はい、じゃあ皆さんこんにちは。はい、こんにちは。こんにちは。こんにちは。はい、じゃあみんな F 字をした状態ですか。はい、はい、じゃあルール、まあテイク2にはなりますけど、じゃあゾロさんも順番に呼んでいって、僕がさっき説明した通りに綺麗に説明してください。お願いします。高田さん、はい、それよりタイプミス。高田さんがかけるさんですね。質問のが1、ゲームの続きの画面岩の内側ゴマスいない、はい、これはゴマスっていうのはちょっと広いと判断したので1マスにします。サボテン岩の内側、サボテン岩の外側の町に出てはいけません。あと、サボテン岩の周りも1マスまで。それ以上外には出てはいけません。ということで。はい。はい。F1 は把握してて。はい。F1 で隠す場所を お互い見られないようにしましょうという。うん、4がチェストは開けるよ。開けれるよ、今。開けるように開けるように、まあまあ、開けないとね、用も隠せないとね。はい、チェストは角とかに置いたり、上に突っかえないようにちゃんと開けれるよう状態にしておいてくださいということ。はい、じゃあナンバー6かな、4、5、5はそれでいいですか。いや、重要ですよ。地下拠点は はい、地下の洞窟に入ったり、拠点の中も禁止ということにします。チェストが多いので。はい、じゃあ、ではブロックの破壊禁止なんだぜ。そうなんだぜ。はい、ありそうですね、今の。あ、もう滑りましたね、今の。うん、フォローできない、フォローできない。フォローはできないで、今の。はい、あれ、終わりですか。ああ、はい。自分の高田は宝、ここはちゃんと高田。勝手にじゃあ高田探してろよ、もう。誰か知らないけど、高田かける3を探せ。高田、ここは宝になってますよ。宝は最後の答え合わせをするので覚えておいてください、自分のは。はい、忘れないように、はい、というわけで、じゃあ自分たちの荷物をチェストに入れたということで、じゃあ5分間。38分なんで、もういいですね。38分から43分まで。はい。じゃあ、
まあ、いや、49分から始めます。39分から始めます。はい。というわけで、じゃあ、隠しよう、探す。あ、そっか、今回こっちは言ってないんだ。はい。タイム。今回は、ちょっと誰も、見えない。嘘ほら。タイムは、今回は、みんなで同時に隠しません。まあ、隠しますけど、最初、手ぶらで5分間、隠す場所を決めてから、ささっと2分の、あとの2分で、宝をさっと隠します。というわけで、はい。最初の5分は、手ぶらで、見つけていきましょう。はい。はい。じゃあ、5分、39分になったので、3時44分に帰ってきてください。レッツゴー。OK でーすか？はい。はい。じゃあ、全員、起き終わりましたので、F1 を解除しましょう。はい。はい。で、荷物をもう一回確認して、食べ物だけですね。はい。はい。はい。じゃあ、OK ですか？ OK です。じゃあ、宝探し。今回は、チェストが1人3個、あ、4個で、宝が3個。つまり、自分の取れるチェストの数は最大で何個でしょう？アンチ9個です。はい。9個ですね。はい、じゃあ9個を見つければ、もう、無双ということで。じゃあ、行きましょう。よーい。スタート。ちょっと待って。ちょっとね、面白いからね。ソックの家から近い家はアホだ。そうは言ってもいいか。ソックの家はあれですよ。上に登りたかったんで。だからそこから地、生きる家が結構くれるんですよ。ちょっと止めて、くそ。くそ、もういやー、それ。ね、なかなか